はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガインストレルソング、モンスターいるな、ここ、ようやくジェルトに来ました。で、こっからフレームタイラントに会って四天王イベントを進めていきたいんですけれども、こいつらそんなことはどうでもいい、めんどくせえ。ただガラハドを仲間にしないといけないんでね、そう考えると誰外すっていう感じだけど、バーバラかな、一回ちょっと外れてもらうのは。あのガラハドはちょっと強いんで、今作マジで殺してアイスコードを奪うことはできないんで、いや強ければできるけど、多分瞬殺されるんじゃないかなって思う、今の実力だと。まあ真面目に四天王イベントをこなして、で四天王イベントこなしたら結構いい感じになってるから、サルインのところに行けるんじゃないかなとは思います。防風も結構大変だからね。いった、次元弾、こいつも覚えた。ちょっと武器の選定がね、今のところあんまり良くないんで、やっぱりクラスに合わせた武器を持たせるっていうのがセオリーになると思うんだよね。これさ、ちなみにさ、ハブとか空いてんのかな、情報を手に入れられないといけないよね。植物これチェーン、うお、3チェーンかよ。げっ、あ、大丈夫か、溶岩銃はそんなに強くないっけ。ローザリアサーベルがなんか結構武器ポイント使うな、2だと。で、基本的にやっぱレベルは2にしておいて、余裕のある人を3に持っていくっていう感じかな。まあ、こっちは弱いよね。そう、溶岩銃はもう見たことあるもん。ちょっとスパイスが上がってくるな。連続バトル。で、こいつらもまあまあまあかな。得点が打てるのがでかい、強い、マジか。あ、大木、あんまり植物特攻とかなさそうだな、さもわかんねえし。厄介だね。ああ、なんだなんだなんだ、ちょっとヤバそうなやつが来たな。ここはブレードロール、斧はもう何もなくなったからな。瞬足がつく、すげえ20溜まってんだけど。瞬足っていきなりかな、ブレード使っちゃおう。おお、初手ゾンビだ。うわ、大丈夫、で、ダッシュやったらやばい。はい、ブラスコさえ入ってくれれば、まあ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 、で、これブレードが入るからね。いやー硬い、ちょっともうさすがに無理だ。ローザリアサーベルに切り替えよう。で、古典が打てるね。俊足もう一回打てるか。ちょっと大木なんだな。スリーピート。え、これ何？三回打てる？1、2。いいね。確かに1回の攻撃そこまで強くないけど、まあ、3回っていうのが。ちょっと勝っていく。最後に食らうシステム。ヒットポイント少ないと最後に毒で死んで能力が上がらないっていうのがいつか起こりそうで、パブはいけるね。ここで情報をもらえると思うんですけど、いかがでしょうか。都前火山からモンスターが押し寄せてきたんです。こんなこと初めてです。これで都前火山の場所が分かったんで、ちょっと都前火山行きますか。詩人はほっとく。他はもう、てかどっから出るのこれ、地図がないから例によってもわからん。いやー、なんだパワーデビル普通に出てくるようになったな。古典が入れば、まあまあまあ3ピート1か、狙うとこで大木シャドウ、あ、これはね耐えられる、払い抜け。ダウン、フレキシブルアーム、あ、これ強くない、よし、一掃。レッドストーン、
ちょっとでジェルトン、あれこれ上登っちゃうと多分いけないよね。宿屋は機能してんのかな。これなんだこれ、何の建物なんだか意味がわからん。武器を復活させたい気もするんだけど機能してなさそうだなこれ。なんか出てきたんだけど、あこれ建物宿屋だもんね。いやいないわ、回復できない。ここだとえ草原、俺草原じゃなくてさ巴火山に行きたいんだけど、どうやって行くのこれ。草原から抜ける。いやでも場所が明らかになったって言ってたからこっちじゃない。死体がいる。こっちじゃないところから、いやいっぱいいるわ。無理だ、逃げられん。しかもこっちだし、まあ払い抜けかな。もうここはちょっと武器ポイントは使っていきたくないんで。うわなんだ、まひったか、まひってるっぽいな。遅く古典残念、最後ブラスト。弓が若干弱いな、攻撃力的に。ココナッツクラッシュ、相手全員じゃねえかよ。大丈夫だ、効いてるこれ。両手をのまあ軽く叩いからな。でこれがなくなった時何使う。あフォークブレード、かっこいいんだな。サンライトアロー3発死んだ。火の鳥ってどこで売ってんだっけ。バイゼルハイムには売ってるんだろうけど、バイゼルハイム今売ってくんないんだよね多分。なんかサルインの復活が近いだとかなんとか言って。これ帰れる、帰れねえじゃねえかよマジで。巴火山草原を抜けていくのか、めんどくせえな。敵があんまり気づかれすぎるともうめちゃくちゃチェーンするからな。じゃあちょっと草原抜けていきますか。恐竜がいる。卵もね回収していきたい気がするけど、金のために。巴火山はなんかこっちの方行けば行けんのかな。草原そこまですげえ敵が多いってわけじゃないな。どっかから抜けられる？あ、マップある？あ、マップあんじゃん。穴ばっかだな。あ、左側がなんか行けそう。てか、こっから来たのか。だから、下に抜ければいいんだ。よし、これで巴火山行けるね。マウント巴火。全然地図とかないからな。ここも広そうだな。グレートピットもめちゃくちゃ広かったしな。アビリティとかでも持ってないとでも戻れないから、なんかのアビリティがないといけないってことはクリアできないってことはなさそうだ。お、何体出てくるのこれ。 1,2,3,4,5,6,7,8 体いるな。最高9体とかなんか漏れるだけ持ってきそう。やべえやべえ、いやスタンしたわ。倒れろよ、ひげ。下がりね、強いやつはしなそうなんだけど。いや痛い、だって数が多い、数の暴力には勝てん。いやでも1体につき100くらいは当たってきたんだ。100以上当たってくるか。え、なんで？あ、毒になったんだ。このマミ強いな。いやめちゃくちゃ麻痺ってるわ。もうアルゲルトマジ早く撃て、サイコブラスト。これさえ入れば決まるんだから。
敵いる。うわー、またなんか出てきた。バルバロイ。右のやつもあれか。いや何回よ。カットインクロスかけ、いやいいね。ゴー、シールド持ってんのかよ。確かになんか左手に何かを持っていたな。金も70円、結構手に入るな。いやもうちょっと植物叫んで難しいから普通に戦おう。もうそこは絶対毒か。ローリングクラッシュ、あ、待って、痛い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 。連携ちょいちょい発動するようになってた。てかローザリーが今正規紙幣みたいになってて、それがね連携率が上がる感じの特性なんだよね。だからそこのアビリティも気にしつつ武器を持たせるっていうのが良さそうだね。気づくのが遅いから、まあ今回はそういう回だからね。本番に備えてこっち戦う、本番に備えてのある程度の勉強だから、まあ払い抜け古典だな。ここはもしょって古典でいこう。こいつ普通に強いかな。3回とか5ダウン1200。お、いいねいいね、連携こんな感じだ。とはいえ、そんなに 112% だから、あんまりダメージが上がってるわけでもないんだよね。サンライズアロー。すごい、死んだんじゃね？死んだよね。こいつ一人で2ターンかかるからな。お、なんか腕輪みたいなの手に入れた。ちょっと見てみよう。アーマーではあるよね。腕は霊木の腕は呪いに耐性、精神アップ、状態以上に強い。レザーグローブよりってか1しかないのか。耐性なんだね。みんなってこいつ何も装備してね。あ、そうか、器用さが下がるから基本的には装備させてなかったんだ。もうこれ器用さ下がんないよね。うん、下がってない。じゃあ持っておこう。なんかね、足とかもね、重いの装備するとね、素早さが下がるんだよね。てか地図手に入れたんだけど、え、これな、どっち、下下って、どっちから来た。じゃあそもそも設定だったし、行くしかない。これは286とかやべえ。これ一発か。ここで いいね、サイコブラスト。いやー、誰も死なない。一人劉備返し2回。サイコブラストが2人いるとエレクトなんとか手に入れた。サイコブラスト要員が2人いると多分だいぶ楽になるんだろうな。こっちの下から降りてくるのか。入り口とか分かんねえかな。どっから来たんだ。これ下に行くよね。行ってないところがハテナハテナハテナだから。で、火山部は全部手に入れたから、モンスターがいるな。やっとくか。チェーン発生しそうだけど発生しない。指返しいくつだった。7の1か。悪くないね。ウィンド買った。これ3回300くらいか。あ、ミスった。いやー、両手ものねミスが多いわ。武器種としては何が優秀なんだろう。まあ、盾が使える使えないっていうのも。あ、これさミスった。あいつフォーク連携が発動すれば確実にでもダメージ当たるよね。行くよ。三連携が来ないな。
や、上がってくれる、いいね。ちょっと待って、あいつは避けられる。逆だし。チェーン一個。あ、チェーンになんない。で最近、ココナッツが出るから、それはしょうがない。ブレードロール3か、打っとこう。ちょっと一回、これは。マンニーが、まあ、スクラッシュがやべえんだよな。でも、このスクラッシュ自体はそんなに命中率が高い感じではないから。いや、イルアイも厄介だな。周りはとりあえず倒した。弓だな、そうすると。弓をもう少し強化したいけど、ただ弓自体は、水流のイベントをクリアした報酬が結構強い、てか、かなり強い弓が手に入るんで、そこまで我慢しよう。スイッチバック。斧だけど、なんか、鞘にしまう行動をしたんだけど。あいつはさすがに。下から。行こう。こういうくぼみとかなんか隠された宝箱とかありそうだけどね。もうこれはしょうがない。チェーン確保です。で、古典の狙いの大木で大丈夫か。こう見て、次も気を引き締めていきましょう。こいつもまあ前に出てくるからな、自分のビビルウィングは大丈夫か。なんかもうタンとかさ、こいつら麻痺とかさ、させてくるからビビるわいか。危ねえ。状態異常のこと気をつけないとな。精神力か、状態異常の耐性は。誰が何が強いとかよくわかんないからね。こいつは戦う、もうおとなしく。ココナッツばっかやん。ココナッツの島だからな、ジェルトン。これなんだっけ。あ、マヒラ。払い、ドン。こいつ基本的にでも魔法系だな。3回300は耐えられるようになった。アルベッドも大木抜け。なんか結晶を手に入れた。地形が複雑じゃなければいいんだけどね。グレートピットはマジ複雑すぎるからな。もう一回歩いていけって言われたらマジでもう無理。いやー、ただ敵がワンサがいいな。これ何チェーンする ?1 3チェーン全員ゾンビ系。フリは倒せない敵ではない。ただこれ初手で結構使いそうだな。10本。いや、やばい。3連携した。大木抜け。よし、1200か。148%か。立ち合いが強いんだよな。で、古典がもう多分2回しか使えないから、で、アルベルトはもうずっとサイコブラスト打ってられるから大丈夫でしょ。いいね、すげえ上がるわ。お、連続上がる。誰？あー、まあ、数だな、今回は。数とくればどうしよう。ちょっとブレードロール、ちょっと古典は一回休憩で、タラメも打っちゃうか。ちょっとここはなるべく早めに倒したい。2戦目で、まずデタラメでなんとなく減らす。サイコブラスト早っ。結局サイコブラスト早かったじゃねえかよ。サイコブラストが遅いのを加味してのあれだったの。ちょっとサンライト、なんだっけ、ムーンライトヒールか。でシフを回復させよう。
で、ロータリアサーベルは、まあ、払い抜けだよな。で、古典が打てる。2回打てるな、次。あ、瞬速はいけんじゃん。で、こいつは大木しかない。300か。あんまり本気には効かないのかな。あの、打撃がいないね、そういえば。復活でない全員。うおぉ、死不死んだけど、アルベットが蘇らせてくれる。ムーンライトヒル、264か。回復量、どうなの。まあ、もう一回ちょっと。あ、いや、払い抜けできない。合わせ打ち。3ターンかかりそうだな。攻撃に転じよう。合わせ打ち。ヘアブスタカットインが使えないからハイブサでいいか。狙い打ち大木106か。ハイブサギリ弱。死ぬのはしょうがない。もう倍にして返すよ。強敵強マジで。3体。ちょっとこいつはもうめんどくさいから嫌だ。スライム系はまあまあまあすぐ抜けられるからね。なんか特別な動きをしてくるわけではないので。植物がすげえやっかい。あれこれジャンプしてるのか。それはえマジで。ちょっと待って、必要なことってどうすんの。ジャンプなかったらあるけどさ。ちょっと待って、アビリティが発動しない。いや、ちょっと待って待って、ひどくないこれ。後ろ取られてる。あいつ、こいつ頭いいな。ゴースト、払い抜けにしよう。で、まあ、古典でいって狙い撃ちの大木。ヘルクロ、ちょっと今見てなかった。別の画面見てた。画面というかスマホ見てた。ジャンプ必須なの。たまたま入れといたからよかったけどさ。ん？どうすんのこれ。いや、そして必ず待ち構えてる。甘い。どこどこ、ジャンプ。お前らはついて、いや、ついてきたわ。さすがだな、ワープしてくるやつ。そもそも飛んでるしね。激しい最悪だ。これ系の敵マジでやだ。あ、ショックはでも一旦か。大丈夫、まあ、食らわなければというか、むしろ何にもなくて済むからな。当初出た時どうやってプレイしてたんだろう。なんかサイコブラストとかそういうの知らなかったから何も考えないでやってたと思うんだけど、よくやってたな今思うと。サイコブラストないと本当にきついんだけど。今はね、もうインターネットとかですぐなんか調べられるけど、当時はもうマジで友達がどうやってるかとか、それこそ攻略本とかのね世界だったからね。どこだよジャンプゾーン。ここか。いや、ちょっと待って、これいっぱいいる。3チェイン、勝つの結晶体とかはどうなんだ。なんかあんまり強いイメージがないけど、もう一発食らいてえのか。まあそうだよね、楽勝。モンスターが協力して戦っているのか。今度火の結晶体になってきたな。火の結晶体はあんまり見ないけど、あーサイコブラストじゃ倒せないか。エンブマッシュ、
そして3チェイン目。あ、こいつらか。なんか突然毛色が変わったな。一応風の結晶体がいるけどさ、どっちかっていうとなんか植物系とかになってる。だこで敵を一掃したから今度犬か。もうめっちゃ来てんじゃねえかよ。ちょっとセーブしよう。なんかここまで来て死ぬのやだ。あ、でもジュエルが400溜まってるってことは誰か3にできそうだな。あれレベルって何まで ?5 とかまであんのかな。いや、もう無理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 。めっちゃめっちゃ来てんじゃん。うわマジかよ。キマイラがいる。いやでもキマイラ自体は初見ではないから。もう早いな。いやこれやばい。そろそろ死ぬぞ。やめる。まだ生きてるか。あのソウルソウルって。いやーてか早い敵。実は連携しないのかな。なんか今のところ連携したことないから、そういうデメリットある。実は連携しない。これはもう絶対倒したでしょ。次。お、連続バトル。なんだ。先住って別に強くないよな。終わりでしょ。うん、終わりだね。連獣の皮みたいなの手に入れた。とかルマサガ3と違って別になんか開発できるわけじゃないからね。これまたジャンプで行くのか。どっち？ええ、待って。いや、こう来て、こっち行ける？いや、え、待って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 、ジャンプレベル足んないとかある？いや、でも多分ジャンプレベルが足りないとなんかいくつ必要ですって言ってくるんだよね。いや、待って待って待って、ずっとさこれジャンプしてたらさ。なくなるんだけど。え、でもまあこういってで、まあまあまずはこうだよな。いや、でそうだよね。いや、あ、いった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 。ただのジュエル稼ぎになってたもん。ここもちょっともう3チェーンしとかない。しないし。チェーンはあれかな、確率かな。絶対チェインするわけじゃなくて、まあまあまあ近くにいればそれなりにチェインするよみたいな。だいぶだ。まあもうどんどん戦って強くなっていきましょう。でもあんまり戦わないでイベントをいっぱいこなしてジュエルとか手に入れて、まあ、強くなっていくっていう方がいいんだろうな。普通に戦闘すればまあお金とは上がるけど、お金とかがなんだ、なんで2回食らったんだ。お金はそんなもらえないからね、ジュエルも。最後43。ここはでも突破できるか。でジャンプしたら絶対に先頭になる。でなぜか先手取った。先手取れたらさ敵攻撃しないでほしい。そういうシステムだ。まあ、かといってでも先手を取られると逆に一旦無駄になるんだったらどうだろうね。リスクとリターン、こっち意味なくね。だとさ、わかんない。これジャンプなくなったらどうすんのっていう話だよね。マジで。
なんかそういう救済あんの？まだまだ19回使えるからいいけどさ、これなんかもうそろそろあれじゃない？こっち近道かな、右。ちょっとクイックセーブしとこう。前回のメルビルみたいになんだかよくわかんないうちにイベントが始まっちゃったみたいなのあるから、どうせやったらフレームタイラントも戦おう。おお、入ったらもうこれイベントだな。後ろがメイクエの道か。私はアルベルト、ディスマス公爵ルドルフの息子です。我らはフレームタイラント、この巴風に隠れ住むのだ。隠れてんのこいつ。隠れ住むだと。ではなぜモンスターを操ってジェルトンを襲わせる。まあそうだよね。この巴風にも我が配下の者と住めないのだ。ジェルトンを襲っているモンスターは私とは無関係だ。同じモンスターたち、連中が何をしていても気にしないようにしているだけだ。奴らはサルウィンの手下にそそり出されているようだ。あなたはサルウィンと手を組むつもりか。サルウィンはモンスターの父だ。しかし奴にとって我々は道具でしかない。それにも、千年前の戦いの時、水流、タイニーフェザー、アリエスと共に、エオールに着いたのだ。サルウィンが封じられた後は、人間の目に触れないように密かに暮らしている。この立場を変えるつもりはない。その証に、ジェルトンを襲っている連中は何とかしよう。わかりました。スカーブさんのタイニーフェザーが過信防御林を欲しがっています。譲っていただけませんか。過信防御林は価値の高い防御だ。それそのものと引き換えなければ渡せずだ。それに匹敵する価値のものがありますか。あれ、これもう戦わない。あ、アイスソードを持ってこいって言われてざけんなって言えばいいのか。見ての通り我がモードは火。アイスソードのような武器があるのは好ましくない。だが我が手元に置いてしまえば安全だ。アイスソードを持ってこい。お前が勇者ならばできるはずだ。帰りは下道をしてみた。通路の使用を許可する。戦いね。まあとりあえずじゃあアイスソード回収に行きますか。これこっちが近道で、あ、来る時の1階にあったもう一つの道はこの近道に通じてるやつか。どこまで行く。あ、でもここまで一気に来るんだ。なるほどなるほど。おう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 、どうぞここをお通りください。フレームタイラント様のお許しが出ております。お前とは戦うなと言われている。消えていった。まあまあここまでできればだいぶ楽だな。じゃあアイスソードはガラハドなんで、ちょっとアルツールまで行っちゃいましょう。いらっしゃいませ。あれ、アイスソード普通に売ってんだけど、これ2万円貯めなきゃいけないってこと。なんか売るのあるかな。ライトヘルムとか、でも傷薬とかもいらなくないか普通に考えて。補強剤とかも全部売ろう。金が全然足りん。やっぱ卵パクってくるか。じゃあ
よし、こっから卵を回収しよう。で戦って、で倒せはしないと思うので、ちょっとやってみる。全力でちょっとやってみよう。このパラメーターだけどさすがに無理だと思うんだよね。 3P さんしよう。スイッチバック11も使うんだ。まあいいや、ちょっと BP 高いから。700ミスキス、指返し500ってか、普通に死ぬわけないか。勝ち上げ、いや、なんかいけそうだな。よく考えれば、ここら辺までの強さになれば倒せるか。全体攻撃とかしてくるわけじゃないか。耐久力は高そうだけど、攻撃一発で死ぬわけじゃないし、2ターンとかで倒せれば全然いいな。防神剣、いや強、ただ普通に強いわ。連携点ピート1、2、3、あー強、これで倒せないか。立ち上げ2発使ったら死ぬから。あ、でもシフは耐えられるか。あ、倒した、あ、倒せるわ。それ考えればなんか強奪しよう。無理やり強奪できるわこれ。気づかれてもこれ全然遅いね。でも卵持ってるとまた話は別なんだけどね。卵でかっ、卵ゲット、うお、3つ全部持って帰るんだ。なんかスーファミ版みたいにワンサカワンサカいるわけじゃないから。どう、早っしかし倒す、まあ楽勝とは言わないけど全然余裕では倒せる。あれ、今1万5000円持っててさ、これ5000円で売ったらさ、アイソード買えない？いや買えるよね。いやでもさ、アイソード別にこれ2万円で買ってあげるのはさすがにもったいないよね。だったら1回外してガラハドを仲間にしてやった方が、2万円別のことに使えるからね。でも多分ありがとうございます。これやるとまたおいでください。アイスソードもないはず。2万円持ってるとね、ないんだ。残念ですが、ほら、アイスソードは売れてしまいました。そうだよね。いつ売れたんだよ。どこのどなたかまでは存じませんので。さっきまで俺がここで買い物してたのに。で、ガラハドがね、いるはず。どこに？一回外とか出んのかな？ハブにいるってことはないと思うんだけど、ちょっと一回パブに入ってみよう。いません。出ます。アイスソードを買ったのはガラハドとかいう聖戦士だよ。あ、この話聞くのか。で、いたいた、アイスソード持って、物騒すぎんだろこいつ。私はガラハド、何か用かね。あなたがアイスソードを手に入れたと聞いたのですが。金持ちだな。ああ、念願かなってやっと手に入れたよ。これで神々にさらなる奉仕ができる。手っ取り早く奪い取ろう。この盗っ人め、正義の刃覚悟しろ。死ぬのは貴様だ。一応ね、全力でいきますか。じゃあ瞬速を使っていくか。瞬速なんかあんまりいい感じがしないんだよな、消耗の割には。スイッチバックもすごい強いわけ。強い。